で、まあ、その中盤から、ね、2人のパスを受けるのがおそらくこの人になるのかなというのが久保竜彦選手ですよね。ドラゴン、はい、左利きの、ねまあ、あのドラゴンという、ね、あのそのままなんですけれども、はいまあ、本当に日本サッカー史上最も、世界レベルにあの、まあ、近づいたフォワードというふうにも言われてますけれども、とにかくもうスケールが半端ないです、うん日常生活では、まあ、基本的にあの裸足で過ごしているらしくて本当に自然をあの愛する、うん野生児みたいな感じなんですけども、はいはいはいまあ、度々、ね、紹介されているんですけれども、まあ、本当にそういう、こう、なんだろう、何をするかわからないようなプレースタイルっていうのがピッチ上でも、ね、あの見られると思いますし、うんまあ、まさにこうジーコジャパン時代にはあの当時こう世界最強クラスと言われていたチェコ代表を相手に ね、 決めたあのゴールすごかったですよね。忘れないですね。あの、まあ、左利きなので、あの右の45度からちょっと中に切り込んでもうズバーンって、ねはい、決めたあシュートがね、今日ももし見られたら熱いですね。そうですよね。はい、そしてまあ、ね、前線に行った後、まあ、佐藤久子選手はいね、はいまあ、前線でコンビを組むことになるのかなと、はい、そうですね。あの、まあ、J リーグ、史上、歴代最多ゴール決めたのがなんと220ゴール。なるほど、はいはい、ゴールを決めたこのストライカーなんですけども、多くのゴールがワンタッチなんですよ。はいはい、まあ、ご覧になっても分かると思います。